時事軍事へようこそ西太平洋における中国共産党中共の戦略的重要ポイントは接近阻止と領域拒否でこの戦略を達成するための最も重要な戦術的方法はアメリカ海軍の空母打撃群を中国の沿岸に近づけないように攻撃または阻止すすることですしかし中共が実際にそれを実行できるかどうかはまだ議論の余地があります。最近 メディアで盛んに報じられた二つの事件により、人々は中国周辺海域での対立がさらに激化する兆しを見せていると感じています。一つは、中共艦隊が米軍空母打撃軍を追跡したことであり、もう一つは、中国北西部の砂漠にアメリカ軍艦艇を模倣した新しい訓練用標的が完成したことです。1月3日、アメリカとフィリピンの海軍は、 係争中の南シナ海と接する西フィリピン海において2日間の合同軍事演習を実施しましたアメリカ海軍からはニミッツ級空母カールビンソンを機関とするアメリカ海軍第一空母打撃軍が参加しフィリピン海軍からはデルピラール級小海艦2隻とターラック級揚陸艦1隻が参加しましたこれはアメリカとフィリピンとの強固な同盟関係と協調行動能力を示すものです フィリピン軍のブローナー司令官は「米非同盟はかつてないほど強固であり世界に向けてメッセージを送っている」「地域の課題に直面し我々はルールに基づく国際秩序と自由で開かれたインド太平洋地域のコミットメントを推進している」と述べました「中共に対しての米非の連携行動はアメリカの同盟国であるフィリピンが中共と衝突しても 孤立しないことを示しているように見えます。中共が直面するのは、フィリピンのような弱小国ではなく、実はアメリカ海軍です。演習当日、中共のミサイル駆逐艦合飛と護衛艦鉱山が西フィリピン海で米飛艦隊を追跡しました。中共軍艦に対し、フィリピンの哨戒艦アルカラスが何度も無線で呼びかけましたが、応答はありませんでした。 中共海軍が直接対峙する例はあまり見られません。これは中共が局面をエスカレートしようとしているように見えます。これまでアメリカ海軍は台湾海峡と南シナ海において国際海洋法によって認められた自由航行権を行使してきました。これはルールに基づく国際秩序を維持する決意と周辺諸国を中共の侵略から守るというコミットメントを示すためです。 つまりこれまで中共が取ってきた作戦では米軍を追い払うことに成功していませんむしろ米軍の方が台湾海峡と南シナ海の国際水域を自由に航行しており中共がこれらの水域の主権を有していないことを世界に見せているようなものですしかし中共は中国北西部の砂漠地帯での訓練を利用して南シナ海での緊張をエスカレートさせ 事態を複雑にしようとしているようです中国西北部の荒涼とした砂漠地帯にアメリカ海軍の最新フォード級空母を模倣して建造した実物大の標的があります砂漠の中で人目を引くこの巨大な標的は対艦弾道ミサイルや巡航ミサイルの数の増加を含め中共が遠距離からアメリカ空母やその他の艦船を攻撃する能力の拡大と向上に取り組んでいることを 意図的ににに世界に示そううとしているように見えますこれは西太平洋の大部分で展開する中共の接近阻止と領域拒否の一環でもあります1月1日衛星画像事業を展開するアメリカ企業のプラネット・ラブス社は中国・新疆ウイグル自治区タクラマカン砂漠にある射撃訓練場に建造された模型空母の画像を公開しました画像には 長さ約3 3 7メートルのフォード級空母の形状をした実物大の黒い輪郭がはっきりと映っていますその模型空母には環境に似た構造物があり甲板には4つの滑走路が描かれていますこれらの位置も実際の空母と同じですフォード級にある特徴的な原則の隔壁やその他の突起物広い四角形の船尾などが 敵とされる模型空母の輪郭に現れています模型空母の周囲には様々なマストが見えますそのマストのいくつかには各種試験用のアンテナやその他の機器が設置されているようです。要するにこのフォード空母を模倣した飛行看板シミュレーションターゲットには実感線のレーダー反射特性と電子対抗機能をシミュレートするために看板上にある構造物の局所的な詳細が再現されています。 このようなテスト機能が存在するとすれば、兵器、センサー、電子戦システム、ミサイル用レーダー探知機の開発と特に関係があります。プラネット・ラブス社の衛星画像では、建造された模型空母は、2023年11月に、標的として使用が開始されたとしています。この模型空母の大まかな輪郭は、以前から存在していました。2021年以降、 タクラマカン砂漠のこの地域には異なるサイズの空母の平らな輪郭がいくつか建造されていますフォード級空母の実物大の最新模型は2021年の時点で注目を集めていたタクラマカンの別の模型空母から5キロも離れていませんその模型空母の大きさはフォード級空母に匹敵しますが艦板上には重要な立体構造物はほとんどありませんでしたさらに 同じ地域に空母やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のように見える模型を含む他のアメリカ海軍の模型艦船がありますこれらの駆逐艦のうち少なくとも1隻は各種のレーダー反射マストと甲板状のいくつかの構造物をアップグレードしていますこれらはすべて中共軍が過去数十年にわたってさらにリアルな陸上型の艦船模型標的を 建造してきたという事実を反映したもので専門家たちは訓練や試験のリアリズムを向上させることができると考えていますフォード級空母の模型標的は数年前に中共軍が使用していたコンクリートやその他の粗末な模型艦船とは異なりますこの模型標的は実際の標的に近い特性を備えている場合があり試験中に有益なデータを生成し 訓練のの質を向上ささせるのに役立つとされていま,すまたこの新しい標的は中共の接近阻止と領域拒否戦略に沿ってアメリカ海軍空母打撃群を無力化する能力に中共軍が大規模かつ持続的に投資していることを反映しています中共はさらに多くの空中発射型や陸上および海上ベースの対艦弾道ミサイルと巡航ミサイルを開発していますしかし これらミサイルの最終的な有効性はアメリカ空母やその他の軍艦を中共軍が遠距離から探知して追跡しこれまで以上に標的を定め続けるることができかかかかどうかにかかっています。欧米の専門家の中には中国北西部の砂漠におけるこれらの巨大な本格的平面モデルは海上における中共の攻撃兵器の発展と能力の向上を反映していると考える人もいます。 しかし、これらの能力に、このような厄介な実物大の模型を必要とするのでしょうか。なぜ米軍は武器システムの開発、試験、評価に、中共と同じ方法を採用しないのでしょうか。弾道ミサイルにしても、巡航ミサイルにしても、広大な海上で、空母ほどの巨大な標的であっても、キルチェーンを構築することは、容易なことではありません。中共は、 実物大の海上標的モデルを構築するために砂漠に多額のお金を投じていますこれにより中共軍の武器開発試験訓練の問題がある程度明らかになりこれらの模型標的は中共が自慢するほど強力ではないように見えますまず標的の背景に問題があります訓練にせよ兵器システムの試験評価にせよ砂漠と海上の環境では レーダーダの反射ノイズが全く異なります静止した砂漠では単純のように考えられる海水の変動という複雑なノイズを反映することができませんそのためにこのようなデータを訓練や海上艦船へのミサイル攻撃の試験に使用しても実際の状況を反映することは不可能で取得したデータも不正確なものですさらに訓練の信憑性や試験の正確性を語ることはできません もう一つの問題は標的のの特性です中京の模型空母は基本的には二次元構造の大まかな飛行甲板を持っていますが実艦船のような水面における喫水船上の3次元構造を反映させることはできませんまた模型空母は砂漠では動かないため海上での艦隊の動きをシミュレートすることはできません実際巡航中の艦隊の動きは遅くありませんさらに 強敵の素材や電磁波信号にも関わりますもちろん写真からは模型空母の素材を判断することはできませんがこれらのモデルが空母に似た金属素材で作られているかどうかは非常に疑問です。もっともらしい艦板の出っ張りだけでは空母のようなレーダーエコーは必ずしも発生しません。空母やアメリカ軍艦の電磁波信号を模倣することは不可能で模型空母にアンテナのようなものが設置されていたとしても アンテナの動作やアメリカ空母に搭載されている電子対抗システムの性能は誰も把握し再現することはできませんこの写真から本当に分かることは空母の二次元形状が空母を上空から見た可視的な眺めを提供しているということだけであって空母に関する赤外線情報はおそらく提供されていません対艦ミサイルのキルチェーンを構築するプロセスでは標的の位置や軌道 レーダーや赤外線信号など様々な電磁特性や連続的な標的データが必要とされます。ミサイル攻撃の最後になって初めて標的確認のために可視画像を必要とすることがありますが、ほとんどの弾道ミサイル、特に長距離極超音速弾道ミサイルでは発射後の誘導は可視画像ではなく、レーダー、衛星、赤外線などの手段を用いて標的を狙うのが一般的です。その結果、 武器システムの開発と試験は言うまでもなくその訓練能力は非常に限られていますこのことは中共ロケット部隊の訓練レベルや攻撃能力に大きな疑問があることを示唆していますしかし中共の愚かさを過小評価する人もいます Hey, I told you enough of that! But look, this is different. It's has gone world.